はい、皆さんこんばんは。それでは今回もですね、コアとマーラの5人の海賊の続きの方をやっていこうと思います。で、今回はこのね、エリット研究施設というところから、やっていこうと思います。まあ、この研究施設ね、すごいなんかロボットみたいな形をしているんですけども、一体何の研究をしてるんだ？海賊と何か関係あるの？まあ、ちょっとね、入ってみましょう。施設、仮想、行ってみましょう。今回もね、アイテムの方をすべて、回収しながらやっていきたいと思います。なんだこれ？あ、なんか、また地下に潜るのかな？ただこの水が、お、なんだ？リガッタ。これがリガッタ？ちょっとおちびちゃんたち。これは？男の人？女の人？女性かな？ここは安全じゃないの。でも、ここが次の試練になるんじゃないの？まあそうなんだけど、あいつったら、エコがお金をあげたって、彼は私の言うことなんて聞かないのよ。けど、お金をあげたら聞いてくれるかも？ん？なんか矛盾してないか？うん、絶対聞くよ。コア、ここは危険なの。発掘場、試掘場はまだ動いてるし、レースなんてそんなことできるはずもない。どうにかして全部止めないとなんだね。とても危険なんだ。電源を止めようとドローンで内部に侵入してみたんだけど、制御不能になってしまったどころか、コアに渡すための地図のかけらも落としてしまったんだ。何やってるんだ。本当にごめんね。リガッタが謝ることじゃないよ。行きにくい場所に地図を置いてゆく海賊はあなたが初めてじゃないからね。え、嘘。じゃあこいつを止めるのを手伝ってくれる？もちろん。ありがとう、チビちゃんたち。いつも頼りになるのね。さて、扉はあの上にあって、ここからは届かないの。ドリルを壊せば、施設を下ろして、扉へ行けると思う。でもドリルは、海の中にあるんだ。大丈夫。潜って壊してくるね。でも、どうやって？ナポポと私には、必殺技があるの。え？つまり、なんか海底に眠る財宝？ちょっと前にね、一回やってみましたけど、それで何かキャッチするっていうことかな？それとも、普通に潜っていくっていう、あ、潜ってくんだ、普通に。え、待って、汚染されてるんじゃないの？ここら辺の海って。大丈夫なのか？よいしょ。よいしょ、よいしょ。まあ、敵に当たらないように、これは弾を飛ばしてくるのか。へぇ、よいしょ。あ、これ狙ってくる、こっち。お、なんだなんだ？これは？これ何何何？どうすればいい？あ、これを当てるんだ。へぇ、面白い。おっとっと、危ない危ない。よいしょ。で、この上になんかアイテムありそうですね。ちょっと行ってみましょうか。よいしょよいしょ。ゲット。アイテム1個目ゲットしましたね。よいしょ。よいしょよいしょ。避けながら、降りていって、お、なんだ、今回のハリセンボンは膨らむのか。よいしょ、危ない。ふぅ。結構これ、弾の間隔が短いな。あ、でも、速度は遅いから結構避けやすいかもしれないな。よいしょ。おっと、これは隙間を狙って入って、流れに乗って、通り抜けると。よいしょ。あ、急げ、急げ、急げ。よいしょ。で、今度はまた、この玉、白い玉を、ここに当てるんだね、ドリル。ドリルだっけ？あ、玉同士が当たってもダメなんだ。へぇ、なるほど。で、次のアイテムは、どこにあるかな？お、チェックポイント。よいしょ。これ以上、あ、水流があるぞ。あ、いててててて、間違えちゃった。あ、結構むず、いた。やばい。あぶねえ。ふぅ。なんとか、切り抜けられたぞ。よいしょ。よしよし。やばい、体力が1しかない。これね、体力が、
ずっと、最初からね、3つのまま変わらないんですよね。もしかしたら、簡単なモードにすれば、体力の上限とか増えたりするのかな。リラックスモードがね、確かあったかと思うんですけどね。よいしょ。そうね、なんかアンロックとか、あ、失敗した。これ膨らむんじゃん。ちょっと喋ってたら失敗しちゃったぞ。よいしょ。アンロックの機能で、そういうね、体力、まあ、HP っていうのかなが、上限値がね、増えたりとかもするのかなって思っていたんですが、なんかね、そんなこともなさそうですよね。さすがにここまで来て、体力が増えなければ、おそらくね、それはないと思うんですよね。よいしょ。で、最後のアイテムはどこにあるかな？こっちかな？よいしょ。あ、これ進み道っぽい？ちょっと進み道っぽいな。右側にね、なんか道があったので、そちらにおそらく3つ目のアイテム、まあ、真珠かな？があると思うんですよね。なんだろう、これ避ける場所があるけど？あ、なるほどね。もう白い玉が来るから、ここで避けなきゃいけないんだ。急げ急げ。よいしょ。OK。ゲット。まあ、そんなに感覚が早くなかったので、慌てなくてもね、大丈夫でしたね。よし、それではね、進んでいきましょう。この針戦法がね、結構、さっき思ったよりも膨らんで、当たっちゃいましたね。これでっかいウニだな。よいしょ。よいしょよいしょ。あ、これいけるかな？ OK。これ、あ、ウニもいるし、またこの、ウニじゃないや、ハリセンボンと、あとは、あ、これ、玉同士がぶつかるよ。よいしょ、OK。で、あとはゴールまで行けばいいのかな？ダッシュダッシュ。よいしょ。ちょ、先が見えなくて不安だけど、どんどんスピード上げていこう。よし、これでゴールかな。 OK。 ゴール。だいぶね、この海の中も慣れてきましたね。まあ、ちょっと一回コンティニューというかリスポーンしちゃいましたけど、お、ドリルを破壊することができたのね。素晴らしいわ、本当に。ありがとう。コアが海に潜っている間に、私もシステムの一部に侵入できたの。私のヨットから、いくつかの装置にアクセスできるわ。そして、ゲートを開くことができるの。でも、ほとんどの作業はコアにかかっているんだよ。大丈夫だよ。注意してね。エリットのセキュリティは、この、銀河の中で最も強固だから。銀河ってスケールがめちゃくちゃでかいな。この島の中とかじゃないんだね。銀河の中なんだ。なるほど。で、続きまして、じゃあエンジンルームやっていきましょう。っていうことは、罠がめちゃくちゃたくさんあるっていうことかな。なんかベルトコンベアとか、このバリアを解除していかないといけない？これは何？この白い玉なんだろうね。よいしょ。壊したりはしたいのか。で、持つこともね。あ、持つことができる？で、ここに当てるんだ。あ、これ壊すんだ。へぇ。壊すと、ここのバリアが、開くのか、なくなるんですね。で、この3箇所に、この玉を持っていけばいいっていうことなのか？待って待って。周り、あ、見えないじゃん。待って待って待って。壁があって全然見えなくなっちゃう。この周り行くと。ああ、これはひどい。じゃ、多分ね、アイテムとかもないんでしょうね。きっと。やばい、いた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 。間違えちゃった。ちょっと待って、一回回復して。この、なんだろう、レーザーみたいなの？よいしょ。時間経過でなんか撃ってきたりするのかな？よいしょ。よし。
これで1個目は壊せたから、あ、ここのベルトコンベアも止まったんだ。なるほどね。で、おそらく同じ道を行こうとするとダメなんじゃない？あれ？行けるの？じゃあ同じ道ずっと行けばいいじゃん。ん？なんかこのね、近くを通ると開く花が何かあるのかなって思ったんですけど、あ、これ待って、単純に届かない。あ、そういうことか、届かないんだ。じゃあやっぱりベルトコンベアに乗って次のとこ行かなきゃいけないの？よいしょ。なるほどね。よいしょよいしょ。なんだなんだ、最初のところから3箇所ね全部行けるわけじゃないんですね。よいしょ。まあそりゃそうか、それじゃあ面白くないですもんね。よいしょ。で、おそらくこういうところにアイテムが隠されているんじゃないか。よいしょ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 。ライトセーバーに当たる。あ、2個目のアイテムだったか。じゃあ1個目のアイテムね、どっか取り逃してますね。よいしょ。アイテムどこにあるのかな。こっちのかな。まあ、左の方もね、まだ見に、あ、待って待って、危ない危ない、落ちるとこあった。見えないこの端の方まで行くとすぐカメラがね見切れて見えなくなっちゃいますね。そしたら次はこの奥かな。ダメか、こっち行けないの。つまりどこに行けばいいんだろう。この左側ってこと？こっちかな。こっち行けばいいの？よいしょよいしょ。おっと、危ねえ。あ、これ左側にアイテムありそう。おっと、なるほど。よいしょ。これはジグザグ。あ、やった。3つ壊しましたね。これで、あ、ゴールのあれが開いたのか。なるほど。これでゴールまで行けるぞ。なんだけど、多分この左側にね、アイテムがあると思います。よいしょ。こっちじゃない。あの奥かな。あった。真珠発見。よいしょ。よいしょ、よいしょ。まあ、このね、3箇所の、花っていうか、このギミックのね、ベルトコンベアを止めた後に、今のね、アイテム回収行った方が、おそらくね、やりやすいのではないでしょうかね。で、これはなんか衝撃波みたいなのが飛んでくるけど、ジャンプで避けて進んでいけばいいのかな。よいしょ。よいしょ。ちょっと危ない。これジャンプしたら、あ、危ない危ない危ない。追いかけられる。よいしょ。これで、あ、ゴールしちゃっていいの？よいしょ。OK。ふぅ。かなり難しい。まあ、あんまり落ちたりっていうことはないかもしれないけど、ギミックがね、結構ね、難しくなってきてますね、どんどんね。で、次が、ベルトコンベアの迷宮。うわぁ、なんか、迷いそうだなぁ。やってみましょう。もう、ベルトコンベアだらけだ。これも、またところどころでベルトコンベアを止めながら進んでいったりするのかな。よいしょ。あとベルトコンベアがね、常に一定の方向で向いてればいいんですけど、よいしょ。たまにね、反転したりとかもするので、そこがね、注意しないと。反転っていうか、逆方向に向いてるやつとかね、あったりするので、方向、進行方向とはね、逆方向を向いたりするのがあるので、そういうのは、ちょっとね、間違えないようにしましょう。よいしょ。で、これを持っていけっていうこと？おっと、危ない。こうね、アイテム、投擲物か、思った状態で、こうダメージ食らっちゃうと、それをね、離しちゃうので、よいしょ。
いつもよりもちょっと慎重にね、ダメージ食らわないようにしながら行かないといけないんですよね。まずは当然ね、ローリングができなくなっているので、よいしょ。嘘でしょ。そんなことってある？あ、今回アイテムめちゃくちゃ取り逃してる。待って待って。ここにね、アイテムありましたね。よいしょ。ここからこうやっていけばいいのか。それにしても、あれ、ミスったのはちょっと痛かったな。で、さらに、1個目のね、アイテムがどっかにあるはず。よいしょ。あ、いってててててて。これはベルトコンベアが結構、強力なベルトコンベアですね。よいしょ。なかなか戻れないぞ。どっかにもう一個のアイテムがあるはず。よいしょ。よいしょ、よいしょ。どこかな？多分ここら辺だと思うんですけどね。お、いや。よいしょ。あれ、どこにあんの？スタート地点まで戻ってきちゃった。あ、こんなところにあった。あ、スタート地点の裏にありましたね。よいしょ。よし、それじゃあさっきの真珠をね、今度こそ取っていって、で、ゴールを目指したいと思います。よいしょ。ほ、いや、あとは、ダッシュしたり、ジャンプでね、上を抜けたりして、よいしょよいしょよいしょ。ふぅ。よし、今度こそミスらないぞ。いや、まさかね、投擲をミスるとは。これね、その投擲対象が、ちょっとね、色が変わるんですよね。当てられる状態になると、そこまでね、ちゃんとしっかり近づいて、投げて当てないと、またね、落としちゃうかもしれない。こんな感じでね、あれ、でも、あれ？白くなるときとならないときがある？これでどうだ？よし、OK。ふぅ。このところどころにあるね、この花びらって、これ何なんでしょうね。なんかの意味があるのかな？よいしょよいしょ。で、これは弾に追いつかないように。おっと、結構レーザーが速いぞ、これ。よいしょ、こんな感じでいけばいいのかな？ほっ、いやー、オッケー。これでゴールかな？よし。いやー、迷宮とは言っても、そこまでね、入り組んでたわけじゃなかったですね。単純に、ギミックというかね、ところどころに罠が、レーザーがね、多くありましたね。これで、お、施設の最上階、ボス戦になるのかな？やっていきましょう。この上に地図のかけらがあるんですけど、そこまでたどり着くには、よし、あと少しよ。さあ、どうしたの？なんで？うわ、何これ、気持ち悪い。リガッタどうしたの？大丈夫？大丈夫よ。でも私のドローンが制御不能になってしまった。ドローンでかすぎじゃない？施設の防衛システムの一部になってしまったみたい。攻撃してくる可能性があるわ。気をつけて。なんで、あ、これか。やっぱドローンはちっちゃかったですね。でも意外と大きくない？なんか普通に人よりもでかい。でかっ。おっと、めちゃくちゃ攻撃してくるじゃん。ドローンの攻撃を避けながら進んでいかなくてはいけないと。おっと、危ない危ない。あ、いたたたたた、当たっちゃった。だから立ち止まってはいけないし、あとは多分直線的に移動してると、このレーザーの餌食になっちゃうのでね、避けつつ行きましょうか。よいしょ。ふぅ。おっ
あ、当たっちゃった、これ。待って待って、今間に合うかなと思ったんですけど、ダメでしたね。やばいやばい。あと、HP1 しかない。よいしょ。おっと、危ない。また当たるとこあった。よし、これで、こっち行って、こっち行って、うん、怖い怖い怖い。よし、この扉は開かないのか？よいしょ、よいしょ。え、どっかにね、アイテムが1個あると思うんですよね。危ねえ。あ、これで扉開いた。開いてない？どういうこと？あー、なんか攻撃方法が変わった。よいしょ。ふぅ。待って待って。同じところさ、ぐるぐるしてるだけじゃないこれ。大丈夫？ん？あ、わかった。ちょっと間違えてましたね。この、え？なるほど。よいしょ。この、風車みたいなところ、ここに、よいしょ、ボタンがあるから、これをどんどん押していかなきゃいけなかったんだ。普通にね、ただぐるぐる回ってましたね、さっきね。で、そのボタンを押していくと、どんどん攻撃方法が変わっていって、よいしょ、よいしょ、だんだん、攻撃が強くなっていくんですね。なるほど。よいしょよいしょ。で、さっきね、この弾、これじゃないな、これはレーザーで追尾型になって、でね、この弾を撃った後ね、これじゃない、まだ弾は来ないのか、白い弾を撃った後ね、これか、この衝撃波が出るようになってる。よいしょよいしょよいしょ。壊して壊して、壊れないのこれ。もう弾を撃ってもらわないと壊れないのかな。あれ、自分で壊せる？壊せないよね。へいへい、よし、オッケー。これどうだ、あ、外した、どうだ、やったー。いやー、最初ちょっと倒し方がわからなかった。よし、これでここを登っていけばいいんだ。あ、アイテムもそこにあるんじゃん。え？また戻ってきたの？ちょっと、しつこい。なるほどね。今度は左回りに一周しろっていうことか。なるほど。よいしょ。さっきと、そのギミックもちょっと変わってる。これは右の方に行けばいいのかな？よいしょよいしょ。痛い。追いつかれないように。よいしょ。行って。やっちまった。よいしょ。よいしょよいしょ。ふぅ。怖い怖い。あ待って待って。あ、ここからだ。よかった。いやー、結構失敗してるな。よし、今度こそ成功させるぞ。よいしょ。ちょっとダッシュできるところはダッシュ。ローリングでダッシュしていって、時間を稼いで、距離を稼いで、よいしょっと。ふぅ。よいしょ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 。まだかな？もうちょっとだと思うんだけど。あ、よかったよかった。急げ急げー。オッケー。なんとかクリアした。ふぅ。いやー、なかなか。初見だと難しい。やったー、ついに施設が止まったわね。本当にありがとう。コアなしではできなかったよ。おちびちゃんたちすごいわ。リガッタのおかげで止められたんだよ。私たちっていちごとチョコレートみたいだね。どうして？だってとってもいい組み合わせじゃない。あなたたち海賊の真似事が得意なのね。うん、結構好きなんだ。それじゃあ海賊になるのかしら。考え中だよ。そういえば赤字さんから手紙を預かってきたの。え、赤字から？ありがとうコア。どういたしまして。デートで楽しい時間を過ごしてね。赤字ってあれ、男の人だっけ？
もう行かなくちゃ。またね、リガッタ。またね。ということでね、今回も、なんとか、海賊のかけら、あ、間違えた、チーズのかけらの方をね、新しいチーズが手に入れることができましたね。それではね、また、海賊レースの方だを、ちょっとやってみようと思います。この、研究施設の海賊レースなのでね、レーザーとかの罠が盛りだくさんなステージなんじゃないですかね。またね、一発クリア目指してやっていこうと思います。まよちゃん?まよちゃんはね、一回も勝たせないよ。よし、やってみよう。ここか。これ迷宮かな?ベルトコンベア迷宮のステージですね。よいしょ。よし。危ない。相手先生いきなり食らっちゃった。よいしょよいしょ。まあ、2発まではね、食らってもいいのでね。よいしょ。まあ、この海賊レースはスピード重視でいかなくてはいけないので、よいしょ。よいしょ。多少のダメージは、目をつぶって、ダッシュ、ダッシュを、よいしょ、できる限りして、進んでいこう。ショートカットも狙えるかな?待って、これ、間違えた。今、ショートカットできたな。よいしょ。ベルトコンベア、かなりね、ショートカットできそうですね、これね。ただ、そこまで狙わなくても大丈夫かもしれない。当たっちゃった。よいしょ。危ない。うん。よいしょ。オッケー。ゴール。なんとか1分切れたかな?ふぅ。もうちょっとね、ベルトコンベアのショートカットを使えば、タイムね、縮められそうでしたね。よし、それじゃあ、またね、このさっきの新しいチーズと、チーズのかけらをサイミの、おばあさんに、ね、見せていきましょうか。あと今までね、全く見てこなかったんですけれども、ね、このコアちゃんの主人公のね衣装がここのところで、変更ができるんですよね。で、これで全ての、衣装をアンロックすることができまして、これが最後の衣装なのかな?グラントルーム。なんかハッピーみたいな衣装ですね。他にも、いろんなね、衣装があるので、好みの衣装で遊んでいくと、テンションがね、上がるかと思います。それでは、コア、お帰り、待っていたよ。新しい、地図のかけらがあるんだね。どれ、見せておくれ。よし、これで、あ、右上がグラントルームの隠れ家。誰?おや、まあ、このかけらで地図が揃ったよ。あ、やっぱりこれで最後なんですね。すごいじゃないか、コア。素晴らしいね。私たちがね。そうでしょ?ナポポ。北東の端っこなんだけど、そこには島なんてないんだけど、もしかしてグラントルームの隠れ家、じゃあ今までずっとそこにいたのかい。音沙汰がなくなってしばらく経つね。もうゾナや私のように年を取ったんだろうね。彼とサイミは敵同士だと思っていたよ。そうだったさ。けどある日もう十分だと思ったのさ。海軍と海賊が協定を結び、お互いに争うことをやめたのさ。少なくとも、おおよその者たちがね。この海域では、何でもする輩がいるんだよ、コア。海賊であれ、船乗りであれ、あるグループは互いに争い続けていた。理由は聞かないでおくれ。私は暴力が止まったことに感謝しているんだ。さて、昔話はもう十分でしょう。最後に訪れるべき場所は、グラントルームの隠れ家ってことなのかね。そうみたい。そして、カリスは物通りになるのね。
まあそれほど重要なことではないよ。街は常に変わっていくからね。でもコアが最後の試練をどう突破するのか、とても楽しみだわ。私のこと心配していたんじゃないの？海賊が盗んだものを返さないこととか？コア、私はいつも心配しているんだよ。でもね、こんなに楽しそうにしているコアを見ると、私も嬉しくなってね。さあ、最後の試練に行っておいで。うん、マーラの風が優しくあらんことを。で、これでまた地図のかけらですね。隙間の方を埋めていきましょう。これで終わり。よし。はい。それでは、最後に出てきたのが、隠れ家って出てきましたけど、そこに、なんか海賊の、親分みたいなのがいるっていうことなのかな？まあ、今回はね、またここまでにしたいと思います。それでは、皆さん次回またお会いしましょう。さようなら。